はいどうも、リアルバキョウです。今回はですね、長崎バルク飯です。筋トレのために重要なタンパク質を美味しい肉から取っていこうかと思います。それでは行ってきます。さあ本日はですね、こちらです。大阪屋肉バルにてちょっとね、肉をねごちそうになります。それでは入っていきましょう。ローストビーフです。いや美味しそうですね。そしてモザイクでほとんど映ってないですけどレジェンドです。今年はオフなんですよね。そうですね、うん、学校通ってます。あ、学校通ってるんですよ今。まあ大学生をやりながらオフをやってます。ということでローストビーフを食べていきましょう。特製のねローストビーフ丼を作りました。美味しそうですね。いただきます。うまっ、溶けますね。溶けますね。タコとマッシュルームのアヒージョです。美味しそうですね。ステーキですね。これがタンで、これが内もも、インローですね。インローで蹴る場所ですね。これはね、これは絶対美味しいですね。ちょっと食べてみます。この赤身のステーキを塩で食べます。そして白米。溶けますね。めちゃくちゃね、口の中からなくなる。うまっ。やったんで。あ、これ本当に柔らかい。マシュマロみたいです。マシュマロみたいな。多分マシュマロですね。柔らか。はい、先ほどの内ももとね、これはなんと長崎和牛のハラミだったですね。この色見てください。ほら、こういう富士山よりきれい。食べてみます。では長崎和牛の絶品ハラミです。いただきます。うわー、塩で食べたらもうこれなんですよ。牛の旨味がね伝わってくるんですよ、気持ちが。うまいな。ラストステーキですね。これは見てください。フィレット、ヒレです。とランプ、わかりますか。これお尻の筋肉ですよ。まあ、中殿筋か小殿筋かどっちかですね。これをちょっと食べさせていただきます。いただきます。ではちょっとランプをね食べていきます。ランプです。お尻ですね。うん。ステーキは。大丈夫でしたか。ステーキは。最高です。うまい。で、本日の一番、おそらくメインのヒレですね。こっちか。見てください、この色合い。いただきます。柔らか。本当に歯がいらないですよ。白米もちょっとね。筋トレしててよかった。じゃーん、見てください。もうこれラスボスですよ。これ霜降りの寿司と、見てください、このウニと、これなんですかね、これは赤身じゃないな。とりあえず A5 ランクの和牛の寿司です。こうウニと和牛ってもう反則ですよね、これね。霜降りの寿司を食べていきたいと思います。見てください。変わるもの。うわっ、溶ける、甘い、うまい、うまみがすごい肉の。うわ。美味しいもの食べたらうまいしか出てこないです。最後ですね、この霜降りとウニの寿司ですね。これをちょっといただきます。では、もう美しいですよ。美しいですよ、もうこれは。言葉が出ない。味は美しい。葛飾北斎の絵みたいな、本当にもう大潮水の波がこれはうまいな。これはうまいですね。これはやばい。さあラストのデザートです。残りは白米と、見てください、これなんかな、唐揚げとオムレツ。これはもう美味しそうですね。見てください、ほら中身にひき肉がこんなにぎっしり入ってますよ。ラストいただきます。あ、それも、塩辛さがね、デザート感を演出してくれるじゃないですか。で、オムレツ。オムレツ、このね、卵と、いや、これチーズ入ってるな、やばい。これチーズ入ってる、やばいですね、これ。食べな。うまっ。これ、こってりかなと思うじゃないですか。めちゃくちゃこってりです。チャンネル登録をお願いします。いいねもお願いします。他の動画も見てね。バイバイ。バイバイ。標的をこの僕の方へ。いいよ、ケツみたいな胸。ケツみたいな胸。いるから生きるため走り出す。なぜ。